こっちだったと思うんだけどな。でも目印の看板見当たらないじゃん。やっぱりさっきのところは。私そろそろ部活に行く時間なんだけど。せっかくの休みなんだよ。美味しいスイーツが僕たちを待ってるはずなんだよ。誰かさんが寝坊しなければね。30分遅れただけでしょ。それに瑞希だってお店の場所ちゃんと調べてなかったくせに。調べたよ。ただこの地図が分かりにくくて。時間だ。じゃあ私部活に行くから。あ、真冬、部活と仲間と食べるスイーツどっちが大…部活